はい、2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて日本一から世界一になり1億円近く投資をしておりました。世界バイナリーオプションスペシャリスト社の半間洋先生です。半間洋先生のインジケーターですね、紹介しますけれども、一般ではね、ちょっと分析がコンピューターのスピードが間に合わなくて、動きません。分析データが出せないんですね。と言いますのは、こちらの方に今インジケーター用意してるんですけれどね、このように分析データ、稼げるデータがこのように出されてるんですね。ですけれども、テクニカル分析の値がね、1項、2項、3項、4項、5項、6、7、8項と、このね、片寄せボリンジャーバンドも3つか4つ、4つぐらい使ってるんですよ、テクニカル分析。で、その4つと、このテクニカル分析、また4つがあるわけですね。で、ここのデータがあるんで、この設定値で稼げる数値、パーセンテージですね、今 80% って出てるんですけれども、このようにね、75% 以上というので、10ピップス以上ですね。で、また分析してるんですけど、で、これ出たデータですね。で、ここいろいろこうあるわけですよ。ね、分析データ。今3つ出てますね。で、1個に対しても、この設定値っていうのがね、この10は周期ですね。周期の値。これも周期。周期、周期ですね。それと値。これは20ですけど、いろいろあるわけですね。ここもいろいろあるわけですね。で、この入ってない、この表示に出てない、この片寄せボリンジャーバンドのオリジナルで、やっぱ3つくらい食ってんですね。1個、2個、3個くらいテクニカル分析で動いてるわけです。で、この数値を合わせるということは、普通のコンピューターじゃ分析出せません。処理能力が遅くて。でですね、こういうふうにね、今度私の方はね、頑張って64コアぐらいの、コンピューターにしようと思ってるんですけどね。まあ今ちょっと遅いですけども、そんなことでかなりね、分析だけでね、普通のパソコンでやったら3年とか10年かかっちゃう。1週間の投資、ですから1日で計算しないといけないのね。で、それを、そんなにかかったらたまんないと。この設定値が合わないんですね。だからこのインジケーターが他の人が渡ったって分析ができないんで使えません。スーパーコンピューターとか特別なコンピューターを使わなければデータが出ませんから、これにぜひ注意してください。だから供給しているのは少ないやつですね。1レンジだけとかね、いうのでは供給してますけどね。このようにスーパーコンピューターじゃないと使えない分析となってます。データの数が無限にあるんで、最適化分析しても間に合わないんですね。10年かかったりするんですね。1日で終わらなければできないですね。ということをちょっと注意してください。スペシャリストの使ってるインジケーターはそういうものです。そんなことでね、ちょっとご紹介いたしました。